天使のスイーツメープルプリン、プリンとメープルの部分と一緒に食べるのがおすすめです。悪魔シリーズでチョコチョコパフェですね。いただきます。はい、どうも料理のお兄さんリュウジです。どんちゃんです。はい、ということでですね、どんちゃんにね、いっぱい付き合ってもらってやらかしてるんですけども、今日はですね、皆さんにね、ご報告が、ね、あります。僕のね、監修したデザートがですね、完成したんです。今日はですね、監修したデザートをつまみに飲んでいきたいと思います。こちらでございます。悪魔シリーズでチョコチョコパフェですね。カロリー増し増ししました。そのついとなる天使のスイーツメープルプリン、これなんとですね、糖質 9.8g、2つを監修させていただきました。悪魔のスイーツの方は甘くてもガツンとくるものが食べたいなっていう方向け、天使のスイーツっていうのは甘いの食べたいんだけどちょっと罪悪感があるなっていう方にこれを作らせていただきました。悪魔のスイーツ食べたら翌日は天使のスイーツ食べていただいて、天使のスイーツ食べていただいたら翌日は悪魔のスイーツ食べていただいて、無限ループですね、これね。メビウスの輪ですね。どういうところをこだわって作ったかっていうのをちょっと力説しながらですね、飲んで食べていきたいなというふうに思います。天使のスイーツメープルプルプリンです。このスイーツを100倍楽しむ方法を皆さんに伝授します。早速ね、開けていきたいと思います。見た目特徴的だと思います。プリンがね、一番上に来てて、ホイップクリームですね。で、その上にピスタチオ、これ食感出すためですね、ホワイトチョコレートを削ったものがかかってます。で、下はですね、スポンジ、メープルムース、一番下に、ね、メープルゼリー。なんでメープルなのかっていうと、メープルシロップっていうのが砂糖よりね、糖質が低いんですよ。樹液なのでね、それをうまく利用して低糖質に仕上げたっていう、プラスですね、このプリンの風味とメープルの風味っていうのがすごくね、相性がいいんです。で、これをですね、組み合わせて作ったのが、こちらのメープルプリンになりますね。糖質が 9.8g。この数字はですね、かなりね、努力しないと無理だと思います。ちょっと食べていきたいと思います。はい、いただきます。まずはですね、このプリンとメープルの部分と一緒に食べるのがおすすめです。いただきます。あ、すっげーメープルの匂いする。うまいね、これね。とても糖質を抑えてあるとは思えない。メープルの香りがすっごく立ってるので、甘さは確かにね、ちょっと控えめなんですけども、すっすごく満足感があります。今回は100倍楽しむ方法なので、このままでもものすごくうまいメープルプリンなんですけども、ちょい足しをして何倍も楽しめるような食べ方を皆さんにお教えしたいと思います。まずですね、ロックグラスに氷を入れてください。ウォッカです。はい、ウォッカ 40cc。 はい、ちょっとこぼしすぎじゃない。コーヒーリキュール、ね、20cc ぐらいですね。天使のメープルプリンに、一番合うですね、ブラックルシアンの完成でございます。度数が高いので気をつけてください。メープルプリンを食べて、メープルの香りが残っている瞬間に飲んでいきます。あ、うまっ。すごく相性がいい。コーヒーリキュール結構甘いものが多いんですけども、ウォッカを足すことによってですね、すごくね、キリッとした芳醇なね、ウイスキーを飲んでるかのような香りのするカクテルなんですね。メープルの香りと非常に合うんですね。お酒が飲めない方は本当に普通に、コーヒーと合わせていただいてもものすごく美味しいです。別添えのコーヒーリキュールがございます。これをですね、さらにここにかけちゃう。コーヒーの甘い香りがですね、非常にね、メープルに合うんじゃないかなと思うので、食べていきたいと思います。最高。ふわっとね、コーヒーの香りとですね、で、メープルのすごく甘い香りがですね、合体して、いや、令和来ますよ。プリンのみね、罪悪感ゼロですこれね。こういった食べ方も非常にね、監修者としてはすごくおすすめなので、ぜひこういう食べ方もやっていただきたいなというふうに思います。すごくね、合います。本当これもね、完成品を食べるのは今日が初めてです。で、こちらですね、はい、悪魔のスイーツチョコチョコパフェでございます。天使のスイーツは対照的にカロリーを追求してほしいと開発していただいたのがチョコチョコパフェでございます。はい、このちっちゃいカップで400カロリーあるんですね。このリトルモンスターですね、これね、食べていきたいと思います。構成としてはですね、チリバメライティなクッキークランブルですね。もっこりしてるの
のがいっぱいいっぱいこう散らばってるんですけども、これがチョコブラウニー、上にはねこのさらにチョコレートがかかってて、パリパリとした食感のチョコレートが入っております。下を掘ってみると悪魔のねチョコムースっていうのが入ってるんですよ。これがねこの、全体をまとめ上げるすごくねあのいい役割をしてるんですよ。いただきます。めちゃめちゃうまいですね。味が濃厚です。満足感がすごい、もう一口で昇天できるぐらいですね。これね悪魔と契約した感じです。非常にクオリティの高いですね、チョコパフェになってます。このままでも、ものっしょいうまいです。これをですね100倍楽しむ方法を皆さんに伝授したいと思います。さっきも、メープルプリンの時にやったんですけども、こちらの悪魔のスイーツにですね一番合うドリンクを作っていきたいと思います。ラムです。ダークラムですね。ダークラムをですねこう注いでいくんですね。これね適量ですね。ソーダを入れていきます。はい、悪魔のスイーツに一番合うですねラムハイですね。ラムっていうのが非常にそのねあの洋菓子は甘い香りすごい合うんですよね。チョコパフェをつまみにしながら楽しんでいきたいと思います。悪魔のスイーツなんですけども甘さが際立ってます。このラムっていうのはですね甘い印象があると思うんですけども甘くないんですよ。このお酒ってね甘い香りだけ添加してくれるんですね。この組み合わせが非常に相性がいいと思うんですけどもやっていきたいと思います。はい、悪魔のムースが少しねお塩を加えていただいてるんですね。なのでアクセントが、ね、すごくねやっぱり飽きないで食べることができるっていうですね計算尽くされたデザートになってます。意外とね、僕も計算できるんですよね。うん、甘さが残ってるうちにたまらん。相性がまあ抜群なんですわ。これ無限ループですよね。両方容量を守って正しくお使いいただければなっていうふうに思いますね。禁じ手をちょっと披露したいと思います。はい、このチョコレートブラウニーにラムを垂らすことによりこのねほんの少しでいいです。このチョコパフェにですねラムの香りが行き渡りました。とんでもないことになってるんじゃないかと香りがもう全人類やってほしいです。本当に合う。これ本当に一級のスイーツですよ。これは、ラムの応酬だよね。ずっと飲めますよ。スイーツなのに晩酌にも使えちゃうっていうですね非常に有用なスイーツになっております。こういう感覚の飲み方もあるのかっていうのをですね皆さんと一緒に楽しみたいと思いますので、ぜひぜひ、こちらのですね料理のお姉さんリュウジ監修の天使のスイーツメープルプリン、悪魔のスイーツチョコチョコパフェ、ぜひよろしくお願いします。ではですね、今日、ご紹介させていただいた天使のスイーツと悪魔のスイーツ、こちらですね、6月の1日から、発売開始でございます。で、発売場所がですね、全国のスーパー、および一部のコンビニで、発売、させていただくことになっております。キャンペーンの方も開始させていただいております。詳しくはですね、こちらのチャンネルの概要欄に、書いておりますので、そちらをぜひチェックしてみてください。ぜひ召し上がっていただければなというふうに思います。よろしくお願いします。